黒木ためよし9月17日は、大日本帝国陸軍の軍人、戦闘機操縦者で、エースパイロット。最終階級は、陸軍中尉。1918年9月17日、宮崎県に生まれる。1936年2月、陸軍少年飛行兵第3期生として熊谷、陸軍飛行学校に入校する。 翌1937年11月の卒業後、引き続き、明けの陸軍飛行学校で戦闘機の操縦教育を受けた。1938年3月、満州、海老の飛行第16連隊に配属され、同年9月に第16連隊を母体に新編された飛行第33戦隊へ転属した。1939年5月に、 ノモンハン事件が勃発したとき、第33戦隊は安住に駐屯して、連戦中だったが、95式戦闘機装備のために、出動が遅れた。戦隊に出動命令が下ったのは、航空戦末期となった8月26日で、翌日戦隊は、万毛国境へ前進した。若干20歳の黒木軍曹は、石川忠だ第一中隊長の領機として出撃した。 9月5日、春葉川上空で爆撃機直演中のソ連戦闘機軍と交戦第一中隊は上空から包囲された。黒木はウイながらも乱戦の中で3機を撃墜したが自身も被弾負傷した。彼ののモンハンでの空戦はこの1回だけに止まり9月15日の停戦を迎えて9月末に現地打ちの安住へ帰還した。1942年9月 飛行第33戦隊は、南市へ派遣されたが、黒木総長は内地に帰還し、陸軍航空士官学校に入校した。翌1943年8月に卒業して、少尉に任官、部長に駐屯していた現隊に復帰した。9月、夏季航空撃滅戦第3期作戦で、関東、ハノイ地区へ移動して、防空船に従事した。その後、 第33戦隊は中国戦線を去り、スマトラのバレンバンの防空任務を経て、11月にビルマに転戦した。12月5日の陸海軍合同による軽かった初攻撃では、基とにイギリス空軍戦闘機1機を撃墜したが、その後奇襲されて蒸気の燃料タンクと足に被弾した。ガソリンが紛失したので自爆を決意し一度は引き返したが、発火しなかった。 着陸の際に機体は大破したが自身は過労じて生還することができた。1944年2月、船体はニューギニア戦線への転身を命じられた。黒木はブーツ、ホーランジアを中心とした航空船に参加して戦火を重ねた。しかし3月30日のホランジア空襲で飛行機はほとんど破壊されたため間もなくフィリピンへの交代が命じられた。 4月17日、生き残りの操縦者7名が残存機に分譲し、黒木は損傷した愛機に列機の山東軍装を同乗させて、敵上陸直前のホーランジアを脱出、ビアク島、セレベストを経由して、マニラへ交代した。6月に入り、飛行第33戦隊は、パレンバンの残地部隊や戦隊長以下7名の空中勤務者を中心に再建され、 南スマトラのゲルンバン基地で連戦を進めた。10月26日、第33戦隊は、早い1号作戦参加を命じられ、フィリピンへ転進したが、黒木は病気入院で残留し、留守隊で連戦に当たった。1945年春、黒木は中尉に進級し、七聖昇検隊に所属した。しかし、突入の機会はなく、メダンで終戦を迎えた。 黒木の空戦生活は6年に達し、衝撃追数は16機で飛行台33、船体を代表するエースであった。ありがとうございます。